こんにちは、こんばんは。ゲーム動画のイコです。サッカークラブ育成シミュレーションカルチョビットを始めていきたいと思います。残念ながら、前回、ジャパンカップ2回戦、敗れてしまいました。というわけで、ジャパンカップの優勝の目はここで立たれたわけですが、まだリーグ戦優勝が残っております。ということで、今回は3位、エルドアード欧州戦です。確かに強いですが、十分勝ってもいいんじゃないかなと思います。スタメン。これと入れ替え。ヒラリーとクラリスだったら、まあクラリスでしょうね。リオと入れ替え。C3つ多いな。試合開始。勝率は 43%、 ホームですのでね、しっかり勝てればいいんじゃないかなと思います。オフサイドか。前試合もオフサイドでいい線、いいとこまで攻め込んだとこで止められたってことがありましたよね。おっと、危ない危ない。みゆき、ここくるみだが、これもオフサイドだ。審判に恵まれません。おーっと、先取点決められてしまった。よくないですね。取り返せ、追いつける。取られてしまう事態が良くない。ということで、ミランコ、先制点を許しました。さあ、優勝に、リーグ戦優勝に巡って、ルクルミ同点。すぐ取り返します。龍崎。簡単に取られてしまってはいけないよね。くるみ、逆サイドへ。さらに、くるみが自分で飛び込んで、勝ち越し。一安心かな？この、切り返しがうまい。そしてまた戻ってきまして、ヘディングで決めました。これで初のリードを奪いました、この試合。
もえ、ま、全身。あーおっと、龍崎捕らえてしまった。さあ、巻き返し。あー。さあ、速攻だ。このゲームは攻めた方が有利ですからね。イメージトレーニングの意識が重要。おっと、これはピンチ。みゆきがうまく返しました。だからまだピンチは続きます。ここで前半終了。2対1をリードです。やはり中段にかかる負担は重い。幸子を変えましょう。こちらも変えた方がいいですね。花見かな。二人を変えていきます。これで、それ以外の選手でも、負荷は、少ないと思います。夏希が前へ出て、キャッチ。これもオフサイド、この試合3つ目のオフサイドですね。さあ、結構疲れが溜まってきている。クラリスですね。クラリスはマドカとチェンジです。何が起こったんだ？縦パスが急に速くなってきて、キーパー、目測を誤ってしまった。さあ、また振り出しです。さあ、まだチャンスは続いている。直接出てしまった。こちらボールのスローイン。ナーコ、クルミヤが、さあ怒ってるぞ、サポーター。さあ、悪い流れが続いている。相手の方が早い。残り20分です。ボールを回して、なかなか前に出れない。7個。スライディングしたが間に合いません。くるみが。さあ、ここ緑。シュート力がない。なかなかゴール前パスを通らせてもらえません。パンチングで慌てて返します。さあ、ラストチャンスか。ファールか。あと試合終了です。また2対2引き分けに終わりました。先取点を捉えてしまいます。エドワード欧州に。ミランコなかなか。すごいですね。だが、すぐに取り返します。7個からくるみ。
ボレーシュートでしょうか。そしてくるみが反対サイドへ、また7個くるみのヘディング、そして後半9分、これですね、ゴール前キーパーをまさか目測誤ってしまってミランコに決められてしまいます。その後ゴール前たびたび攻めに行くんですが、シュートの力も弱い、逆にいて、この佃田のプレイ、ここはキーパンチングで阻止、試合終了です。2対2の引き分けでした。まだ首位ですね、リマッセ大阪。次の試合勝てば、優勝が決まります。そしてキャピタル東京、強力なチームと相手しますね。残り3周ありますね。まだまいりましょう。敵は強いですが、しっかり、勝っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。もしよろしければチャンネル登録、高評価お願いします。ブログ、ツイッターやっております。説明欄にアドレス記載しております。よろしければ見てください。この動画最後の20秒で関連動画、動画プレイリスト表示されます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。